た今どこで何をしてるの？いきなりなんだよ。今日は緊急手術で病院に泊まるって言っただろ。今も病院で仕事中だよ。この嘘つき男。本当は家にいるくせに、私の妹を家に連れ込んでるくせに、よくもそんな嘘がペラペラと出てくるわね。あ？急に何を言い出すんだ。俺は今本当に病院にいるんだぞ。私ね、ついさっき亮太の家に忘れ物を取りに行ったの。合鍵を使って玄関開けたけど、妹はナナとの会話に夢中で気づいていなかったよね。なんだって？玄関にあった女物の靴は妹のナナのよ。リビングから聞こえてくる甲高い声も聞き間違えるわけがない。今更言い訳しようとしても全部無駄だからね。んだよ、そういうことなら帰らずにそのまま突撃してこいよ。そしたら説明する手間が省けだって言うのによ。何よその態度は。婚約者の妹と浮気しておいて開き直ってるんじゃないわよ。いつまでもピーピーうるせえ女だな。もうお前なんて婚約者じゃないんだ。俺の婚約者はお前の妹ナナちゃんに変更だ。俺は彼女と結婚することに決めたんだよ。なんですって？というわけで、もう俺の婚約者面をするのはやめてくれ。もうお前はただの元カノ。職場の病院でも俺に話しかけてくるなよ。ちょっと待ってよ、亮太。5年も付き合ってきたのに、一緒になりたての頃から支えてきたのに、なのにそんな私を捨てるって言うの？お前は料理上手だし、家事もできるし、彼女としては完璧だよ。でもやっぱり華やかさが圧倒的に足りないんだよな。はあ？もう少しお前が美人だったら職場でも堂々と公表できたんだけどな。お前ちょっと仕事ができるだけの地味女。この俺の妻にするには物足りないんだよな。つまり、そんな私よりも妹ナナの方が満たされるってわけ？ああ、ナナちゃんお前よりも断然美人だからな。若いし愛嬌もあるし甘い上手だし、医者の妻はこういう女じゃないとな。そんな、そのうちお前と別れようと思っていたところなんだ。だからナナちゃんとのことがバレてちょうどよかったよ。それじゃあ、これからは同じ職場の同僚としてよろしくな。ごめんねお姉ちゃん。せっかくの婚約者さんをナナが奪っちゃって。どうしてこんなことをするの？姉の婚約者を略奪なんて非常識よ。ナナはそういうの気にしないもん。欲しいものは誰のものでも手に入れるだけ。っていうか、地味なお姉ちゃんが医者と結婚するのが悪いんだよ。そんなのナナが欲しくなって当然じゃん。はぁ？てっきりお姉ちゃんのことだから地味な男と結婚すると思ったのに、それがまさかのお医者様だなんてずるすぎるよ。それに亮太さんはそこそこ顔も整ってるし、お医者様だからお金もたっぷりあるし、こんなの奪いたくなんて当然だよね。そんなくだらない理由で姉の婚約者に手を出すなんて、自由奔放で昔から手を焼く妹だったけど、ここまでとは思わなかったわ。どんな理由でも亮太さんはもうナナのものなんだからね。お姉ちゃんは彼に捨てられた元カノなの。婚約破棄された負け組なんだよ。へえ、そうね。もう私が何を言っても無駄なようね。それが分かったら早く病院やめてくれる？とっとと退職届を出して亮太さんの前からいなくなってよ。なんですって？だって元カノが彼と同じ職場って超うざすぎじゃん？陰でこそこそと特権のチャンスを狙ってくるかもしれないし、そういうの許せないから早く職場からいなくなってよ。お姉ちゃんは看護師なんだから、どうせすぐに次の職場も見つかるでしょ？なんで私があんたたちのために職場まで変えないといけないの？ここは資格取得後からずっと働いてきたのよ。職場の人も優しいし、環境も働きやすくて気に入ってるし、あんたたちのために手放すなんて絶対に嫌。あい、そんなこと言っちゃうんだ。じゃあ、亮太さんに頼んで、お姉ちゃんのことはクビにしてもらおうと。なんですって？病院ってお医者さんの方が権限強いんでしょ？だから亮太さんが言えば、お姉ちゃんなんてさ、クビよ。適当にお姉ちゃんのミスをでっち上げて、こいつは使えない看護師だってクビにしてやる！そんな嘘でしょ？でもそうなったらきっとお姉ちゃんは大変だろうな。白票付きの看護師になって定職は難しくなるかも。それが嫌ならおとなしく自分から転職するのをおすすめします。なんで最低なの？婚約者を奪うだけじゃなくて、職場からも追い出そうとするなんて。もういい。あんたたちとは絶縁よ。お望み通り職場も辞めてやるし、こうなったら家も引っ越すわ。あんたたちとは二度と関わることのない生活をしてやるんだから。てっちゃんとか超大歓迎。それじゃあ、冬美の退職と引っ越しよろしくね。もう姉ちゃんの居場所はどこにもないんだよ。いやー、まさかこんなところでお姉ちゃんと再会するとはね。青い海に白い砂浜。超最高のハワイ旅行で絶縁中の人とはと思わなかったわ。私も全く同じ意見よ。せっかくの新婚旅行だったのに、あなたたちに会ったせいで気分は最悪。ああ、やっぱり新婚旅行だったんだ。ってことは、隣にいた人がお姉ちゃんの旦那さん？お母さんからお姉ちゃんが結婚したことは聞いていたんだよね。隣にいた彼、とても素敵な人でしょ？ 3 年前の絶望から私を救ってくれた大事な人なの。ああ、とっても素敵な人だったね。で、みんなお姉ちゃんと同レベルの地味男で本当にお似合い。冴えないオーラがめっちゃ出てるし、お金も持ってなさそうだけど、そういうところもお似合いだよ。は？っていうか、コンビニバイトにいそうな顔で超ウケた。あんな人と結婚したいって人いるんだね。って、私のお姉ちゃんだったわ。ちょっとナナ、あんたいい加減にしなさいよ。夫の侮辱は私が許さないわ。ごめん。サイナーニート男でもお姉ちゃんにとっては大事な旦那様だもんね。ナナったらつい口が滑っちゃった。は？冴えないニート男ですって？お母さんから他にもいろいろと聞いてるもんね。旦那さんって会社勤めとかじゃないんでしょ？毎日時間手伝いをしているんだってね。手伝いレベルってことはもはやただのニートだよね。はぁ？そんな男と結婚するなんてお姉ちゃんかわいそう。実の妹はお医者様の夫を捕まえて毎日とっても幸せなのに、お金に困ったことなんてないし、毎日贅沢三昧だもんね。そのご自慢の旦那様は姉から奪い取った男のくせに、もう3年も経ったんだし、略奪のことなんて時効でしょ。なのに未だにそんなこと言ってるとか超ダサい。婚約破棄されてニートしか結婚してくれなかったからって、ナナたちに八つ当たりするのをやめてくれませんか？黙って聞いていれば好き勝手に言ってくれやがって。いつまでも調子に乗ってんじゃないわよ、この略奪夫婦が。そんな下品な呼び方じゃなくて、勝ち組夫婦って呼んでくれる？必死にナナたちより幸せになろうとしてるところは悪いけど、ナナとリョウタさんはハワイなんて毎年遊びに来ているの。もはやここのビーチなんてお庭みたいなものなんだからね。はぁ？ニート旦那との新婚旅行でハワイに来ちゃうとかマジでバカ！貧乏夫婦が見え張って超ウケる！私の夫が誰か知らないの？え？ああ、ごめんなさいナナ。あんたみたいなバカは旦那の職場のことなんて何も知らなそうだものね。そりゃ私の夫が誰なのか気づけなくて当然だし、取り返しのつかない暴言を吐いてもそのせいでどうなるかなんて全くわからないわよね。はあ、ナナがバカですって？ナナだってちゃんと妻としてやっているわ。ちゃんと亮太さんの職場のことは分かっているわよ。あら、そうなの？今や彼は病院の中でもそこそこの中堅医師なのよ。後輩もたくさんいるし、そこそこ偉いお医者様なんだから。むしろお姉ちゃんの方こそ、そんな態度でいいのかしらね。そんな亮太さんの妻である私をバカ扱いするなんて。その亮太の職場の理事長が最近私の夫に変わったんだけど、それもしっかり把握しているのかしら。理事長ですって？簡単に言うと、病院のトップってことね。なのにビーチで会っても挨拶しないし、むしろ私たちを貧乏夫婦扱いしてくるし、ちゃんと職場のことを把握しているようには全く思わないわ。ちょっと待って、何それどういうこと？お姉ちゃんの旦那さんは実家の家事手伝いのニートでしょ？そんな人が病院のトップなんかになれるわけないじゃない！彼のご実家は代々病院経営をしているご家庭でね。だから彼は次期理事長としてずっと父親のそばで仕事を手伝っていたの。それを勝手にニート扱いするなんて、あまりにも失礼すぎる発言よね。嘘でしょ？理事長一家の息子さんだったの？新婚旅行とても楽しいわ。ハワイに別荘があるからそこを使うといいって、彼のご両親が言ってくれてね。贅沢にのんびりと過ごさせてもらっているの。ハワイに別荘？まるで庭どころか、本当にハワイに庭があるって、最高ね。プライベートビーチは静かでゆったりと泳げるし、こんな素敵な新婚旅行は他にないと思うわ。プライベートビーチ？嘘でしょ、そんなものまで持ってるなんてずるすぎだよ。お姉ちゃんばかりずるいずるい。出た出た、あんたのその何でもかんでもずるいって騒ぎ出す悪い癖。だからお母さんたちには必要最低限のことしか話さなかったのよ。どうせあんたに情報が筒抜けになると思ったからね。必要最低限の情報だけお母さんたちには伝えておいたんだから。必要最低すぎるでしょ。実家の家事手伝いがまさか次期理事長候補の仕事だと思わないよ。それじゃあ私たちは楽しい新婚旅行に戻るわね。今日再会したことはお互いに忘れましょう。そしてお互いにハワイ旅行を楽しみましょうね。おい、ユミ、本当にお前が理事長の妻なのか？本当にさっき会った隣の男はうちの理事長だったのか？あらやだ、職場のトップになる人の顔も覚えていないの？覚えているから確認してるんだよ。お前が理事長と結婚して、しかもその理事長も今このハワイにいるなんて、こんなのありえない。もう一度聞くが、本当にお前はうちの理事長と結婚したのか？ええ、そうよ。実は夫とは中学時代の同級生だったの。そんな彼と偶然再会して、そのまま付き合い始めたの。理事長と同級生？中学時代なんて同級生の親が何してるかなんて知らないわよね。だから付き合ってから聞かされてびっくりしたわ。まさか前の職場の理事長が彼のお父さんだったなんて。俺の方がびっくりだよ。まさかこんな新理事長がお前の旦那、しかもこのハワイにいるなんて、一体どうしてくれるんだよ。お前のせいで全部バレちゃったじゃないか。ああ、バレるって一体何のことよ。出張だって病院に嘘ついてハワイ旅行に来てることだよ。お忍びの海外旅行だって言うのに、お前の旦那に理事長に全部バッチリ見られたじゃねえか。はあ、あんだったら何をしているのよ。職場に嘘ついてハワイ旅行だなんて。うるせえ、まさかこんな形でバレるとは思わなかったんだよ。いつも通り論文の研究ですとか適当なこと言って、休みをもらってハワイ旅行に来てたのに、そこで理事長と遭遇なんて最悪だ。なるほどね、だから夫の様子がおかしかったのね。理事長何か俺のことを言っていたか？やっぱり俺のことをバッチリ気づいていたのか？バッチリ気づいていたし、やたら不思議がっていたわ。どうして亮太先生がこんなところにいるんだってね。最悪だ、これ絶対に帰ったら即呼び出しのやつじゃねえか。ああ、変な嘘をついて旅行なんかに来るから仕方ないだろ。奈々ちゃんがどうしてもハワイに行きたいって言うから。でも仕事はちょうど忙しくなっていたところだし、こうでもしないと休みが取れなかったんだよ。私に言い訳しても無駄ですので、めめはどうぞ帰ってから病院で夫に直接お願いします。それじゃ私はこれで失礼しますね。ねえ、なんで亮太さんが会社をクビにならないといけないの？こんなのおかしいよ。はぁ、絶対にお姉ちゃんの嫌がらせでしょ。亮太さんに捨てられた復讐でこんなひどいことをするのね。旦那の理事長にお願いして亮太さんをクビにしたんでしょ。そんなことするわけないでしょ。公私混同はしたくないし、夫にもさせません。亮太の解雇は亮太自身の問題です。はぁ、亮太さんに何の問題があるって言うのよ。院内の中堅医師として毎日仕事を頑張っているじゃない。本当に頑張っている人は嘘をついて休みをもぎ取りません。それは病院の仕事が忙しくて仕方なく、むしろそうまでしないと休みが取れない病院側が悪いのよ。夫から聞いた話だわ。もうすでに亮太は有給を使い切っているそうね。なのに病院側のせいにするのはあんまりだわ。有給がないの？亮太さん今年に入ってまともに休んでなかったのに、がっつり定期的に休んでいるわよ。その分の仕事は全部後輩のお医者さんに丸投げで、逆にその後輩さんが休みを取れなくて問題になっていたみたいね。どうせ浮気相手とのデートに有給を使っていたんでしょうね。私がナナと浮気されていた時によくやられていたのと一緒だわ。あんたとの浮気が分かったから調べたら、私に隠れて有給浮気デートをしていたことが分かったの。ちょっと待って、亮太さんが浮気してるって決めつけないで。彼は私のことだけを好きなんだから。めちゃくちゃ一途な旦那様なんだから。一途な旦那様は同僚看護師や患者さんに連絡先を聞きません。しつこく食事に誘ったりなんてこともしませんから。ああ、ちょっと待って、何よそれ全部亮太さんが病院でやっていたっていうの？ええ、そうよ。後輩医師へ無理やり仕事を押し付けたり、勤務中に看護師に連絡先を聞いたり、食事に誘っていること、際には患者さんにまで手を出していることもどんどんバレたの。だから臨床判断で亮太は解雇処分になったのよ。そんな病院の信頼を落とすような医師は必要ありませんって、夫がはっきりとその場で処分を言い渡したらしいわ。ちょっと待って、頭が追いつかないんだけど、亮太さんがそんなナナ以外の女にも手を出していた。ナナには忙しくて休みも取れないって言っていたのに、なのに夫は他の女のために休みを使っていたの。何をそんなに驚いているのよ。あの男は婚約者の妹に手を出すくらいの男なのよ。妻がいようがよその女に手を出すなんて簡単に想像つくじゃない。そんな、そういうわけなので、亮太の再就職探し頑張ってね。じゃないと毎年ハワイ旅行に行ける贅沢な暮らしできなくなるわよ。そしてその後、ナナと亮太は急いで再就職先の病院を探し回っているようです。しかし院内で手を出した患者さんの一人が「奥さんと別れてくれないなら訴えてやる!」などと言い出しているらしく、裁判になるかどうかの超絶修羅場展開に突入。もちろんそんな状況の医者を雇ってくれる病院はどこにもなく、現在も亮太は無職のまま、貯金を切り崩す質素な生活と、早く別れてくれ!と騒ぎ立てる患者とで、ナナもついにブチ切れ。物を投げ合うほどの激しい夫婦喧嘩をしては、怪我の治療にしょっちゅううちの病院に夫婦揃って来院し、院内看護師からも地域の人からもひそひそと後ろ指を刺されているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。